西日暮里駅にもうちょっとで到着。疲れた。西日暮里もうちょっとだ。おめでとうございます。はい、雨降ってきたんですよ、うん、ね、私も途中困りましたよ雨だった。ロケ日が必ず雨っていうね。そうなんですよ、雨率高いんですよ。ちょっとね、次は晴れ女でも連れてきてね一緒に回っていこうかと思ってますけども、はい、事故なく着いちゃったということで。はい、はい、着きました。こちらとしては何かアクシデントがあったのがね、助かるんですけど。いや、事故は良くない。あ、しょうがないね。じゃあとりあえずこれから西日暮里どうします？西日暮里はなんか谷中神社があるって聞いたので、まあ、そこに何があるかがよくわかんないんですけど、ちょっとそこに行ってみたいと思います。はい、猫がいっぱいいるとこですね。楽しみ。はい、雨で家に帰ってなきゃいいですけど。いや、帰ってないでほしい、ね、猫に会えるためにも。やったー、行ってきましょうか。はい、行ってきます。天使の羽なんでもない、ごめん、なんでもないです。はい、ちょっと楽しくなっちゃった。着きました。着てますよ、ここですね、谷中銀座。あ、これだ。はい、ここでございますので。はい、今日はね、はい、全然人通りがないので、いつも休日とかだともここ人でもごった返して大変なんですよ。あ、そうなんですね。私は買い物に来るので。あ、へえ。そういうことでございます。そうなんですね。じゃあとりあえずね、はい、自転車をね一回置きましょうか。そうですね、はい、じゃあ頑張って行ってきてください。ここから先はお任せしますので。はい、行ってきます。チラシをよかったらどうぞ。今プロレスラーをやっていまして、ツイッターのフォロワーを集める旅に出ているんです。はい、静岡出身です。で、そういう意味は、なんかツイッターっていうソーシャルネットワークがあって、なんかわかんないかな、アニメ作っている、キャメラ、ビデオ。はい、ビデオ。何、どう、どう、私はプロレスラーをやっていて、ツイッターの、はい、そう、どこのプロレスラー、プロレス、プロレスやってるの。そうなんです、なんかコスチュームです、今。いつまい、はい、いつまい、いつまいって、なんだ、いくらってこと。自分で作ったコスチュームですか。そうです。あ、そうですか。そうなんです。はい、プロレスやってて、よかったらあちらの方に、あちらの2枚にも、あちらの方にもどうぞって言ってください。アニメーション作っている人ですか。アニメーションじゃなく、スポーツ、プロレス、スポーツですか。あの、仕事ってなんていうんだろう、仕事仕事がプロレス、うん、戦う、うん、はい、そうなんです。どうも、失礼します。あ、ありがとうございます。 Thank you Thank you はい、あ、どうもプロレスは興味ありますか。はい、女子プロです。よかったら、はい、そうなんです。よかったらチラシをどうぞ。以上、はい、はい、頑張ります。頑張って、はい、ぜひまた女子プロを見てください。お願いします。はい、
猫いるよ。見えるかな。猫ちゃん。かわいい。かわいい。超かわいい。猫と私。やば、かわいい。眠いね。触っちゃいけないやつかな。触ったら起きちゃうよね。かわいい超かわいい。かわいい、はあ、一緒に。かわいい。エネルギー切れって感じですかね。そんなことないんですけど困っちゃう。人がいっぱいいて困る。ありがとうございます。どうしよう。外国人の方とかいたら Please follow me Please follow me Please follow me。 はい、言えない。言っちゃいましたね。ダメだ、人がいっぱいいるとやっぱ緊張しちゃうんだな。さっきはこんないなかったな。こればっかりはね、しょうがないですからね。こういう時に限って X ファイルの曲が流れてる。心模様。どうしますか。どうしよう。諦めますか。諦めないです。諦めたらそこで試合終了。ありがとうございます。やっぱ入り口に行っていいですか。そうですね、はい、全然お任せしますよ。それはでも後で多分またここ来ます。あ、傘が欲しい。傘が気になって